信号ジャミング開始。よし、接触まであと3、2、1、タッチダウン。突入、突入。急いであのクソ AI を破壊し、ブラックバーンを探す。囚人番号8821のバートン、覚醒していますか？目を開けてください。おはよう。私は TAMI、 この刑務所施設の指令 AI です。あなたに良い知らせと悪い知らせを持ってきました。おめでとうございます。たった今あなたに恩赦が適用され、スペースマーシャルへ復職の運びとなりました。そろそろだと思っていたよ。どれくらいの間停戦になっていたんだっけ？十分長い期間ではないですか。過去に犯した罪は全て不問となります。あなたが貧困法制にしている限りは。了解だ。バッジと銃を。さてと俺は行くとするか。そう急がずに。この船は現在ブラックバーンとその一味にハイジャックされ収奪されています。クルーたちは皆殺され、囚人たちは下の月へと逃げました。なるほど。それで俺の助けが必要だと、独房にスペースマーシャルのスペシャリストがいたなんて、好都合だったな。生命維持装置類が急激にその機能を低下させています。私はこれから問題の解決に集中します。他の者たちはすでにエスケープポットへ向かっています。あなたも急いでください。どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はじゃな、スペースマーシャルをやってみるぞよ。どういったゲームかはよくわかっておらん。完全ガチ初プレイでやっていこうじゃないか。そんでもってなんじゃったっけ？あ、人がおるぞ。こんにちは。スペシャリストのバートンね。私はアバ。この作戦にアサインされたパイロットよ。はじめまして。君がそのオレンジの囚人服を着ているのは、操縦絡みで何かやらかしたせいなのかな？知らない方が身のためかも。あなたこそ何かやらかしたのは、スペシャリスト絡みだったりしないよね。もう仲良くなりましたか？素晴らしい。さて、おしゃべりはそのぐらいに。酸素が今にも尽きそうです。急いで。ロボットの命令が聞こえたでしょ。自分のエスケープポットを見つけて。これは私のだから。何？酸素が尽きるでか？と言ってもじゃな、エスケープポットって何？お、なんかあったぞ。狙い&発射。画面右側に指を置いてドラッグして狙いをつける。指を離すと発射。なんか難しくないかこれ。こんな感じに発射すればいいのか。ほうほうほう。しかしターゲットが難しい気がするのう。まあとりあえず進んでみよう。この箱はただのオブジェクトか。あのドアセンサーはイカれているみたいです。しゃがんで木箱の後ろをスニーク移動すれば通り抜けられます。無論そうするさ。
乗り越えるなんて無理だもんな。それは皮肉か何かですか。さあ膝を曲げて。スニークができるみたいじゃな。なるほど。おっちらおっちらってな。よし通り抜けたぞよ。マーシャル・バートンか。ひどい顔だな。職務停止でやつれたか。相変わらずだな。肩にはまった気取り野郎ギャブインめ。これから本調子になっていくのさ。俺の名はギャビン BT ブックだ。TAMI が俺をチーフトラッカー兼アナリストオフィサーに任命したんだ。最高だね。これまで通り便利に働いてくれるってわけだ。ここらのエスケープポットはちゃんと動くのか？残念だな。もう小型のやつしか残っていない。あちら側でまた会おう。なるほど、エスケープポットってやつは乗り物じゃな。ほうほうほう、先に行きやがったか。そんでもってわしが乗るエスケープポットはどれじゃ？あ、これか。ぐわー、荒っぽい着陸だったぜ。厳密に言えば、今のは着陸とは呼べません。とりあえず通信装置は無事に守ってくれたようですね。助かります。どんな問題？こういう荒っぽさだって俺の魅力の一つだろ。ではよく聞いてください。緊急補給キットが2つ近くに落下しました。誰よりも先にキットを見つけてください。何？緊急キットジェット？なんぞそれ？とりあえず向かってみるとするか。この辺りには何もなさそうじゃな。オーレーダーに何か映っているぞよ。これかこれ。鍵を発見。これは弾薬じゃな。ここで鍵を使うのか？え？どうやるのこれ？なんぞ？なんで鍵マークを押せばいいのか。さて敵がおるようじゃが。やはりターゲットが慣れないとこれむずいぞこれ。動きが非常にダサいぞわし。慣れてないもんでじゃな。というかこれ慣れるのか。よし。そっか、さっきやられたからまたここを鍵で開けないといけないのじゃな。よし、今度こそ先に進んでいきたいところ。アイテムはあちこちに落ちている。 HP 回復や弾薬などじゃな。それらを駆使して進んでいく感じのゲームか。あと、宇宙的な感じのセーブ劇といった感じじゃな。ちょうどわしがいるところに隠れる場所がない。そうそうそう、スニークでしゃがんで撃つって感じもいいじゃろう。敵は弾を詰めるリロード時間があるのう。その隙を狙うといった感じか。よし。そんでもって、なんか落ちている。なんぞこれ。あ、盾のマーク。右上に盾のゲージがある。おそらく満タン状態だからこれは取れないってことかのう。さて、敵がおるではないか。やばい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 や
こっちに敵はおびき寄せられるか。おお、来た来た。あー、当たらん。よっしゃ。よしししし、 HP 回復。さてこれは何じゃ。電柱は開けることができなかったんだな。さて中身を確認してみるとするか。錆びついた古いショットガンとパイプボムが数個か。俺好みの補給物資だな。気に入ったようで何よりです。さあ出口へ向かってください。ねえこっちよバートン。ようやく知った顔に会えたぜ。なるほど、先ほどの女性がいたな。これで仲間として一緒に行動してくれるのか。ふむふむ、そのようじゃな。おっと敵。まだ慣れていないので仲間は非常にありがたい。おお、すごい銃を持っているではないか。よしよし、ついてないな。扉が開かない。水圧に問題があるみたいね。マシンのエキスパートとして言うけど、扉の動力源にピンポイントでパイプボムを命中させれば問題解決よ。何？パイプボム？榴弾か何かじゃろうか。そういえばさっき物資に入っていたな。現在の設定武器はハンドガン。これを武器切り返して榴弾にすれば投げられるってことじゃろう。ちょっとこれは何じゃろうか。弾薬か。さて武器切り替えっと。よしこれでどうじゃろうか。ほう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 、狙いをつけてじゃな。素晴らしいです。無事に出口を見つけましたね。ということでじゃな、今回はスペースマーシャルをやってみました。どんどんステージが出てきてミッションをこなしていくって感じじゃろうか。うぬ、マーシャルハットやらをもらえるみたいじゃな。ということで今回はこの辺で。